Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started.坂本すずです。お仕事何してる人ですか？大学生してます。なるほど。アルバイトとか何してます？シュリーっていう古着屋さんで働いてます。古着屋さんで、じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段教えてもらってもいいですか？このアウターが彼から借りてて、ちょっと値段が分かんないんですけど、はい、多分メルカリで1万円ぐらいだったって言ってた気がしますOK です。これが文化の友達にオーダーメイドっていうか、知り合いの人に作ってるみたいな感じで作ってもらって1万円ぐらいで作ってくれました、スカートは自分の働いてるシュリーっていう古着屋さんで買ったものです。これも1万2000円とかかな、だと思う。ありがとうございます。靴がナイキで2万ちょっとです。はい、歩きやすいですか？うち歩きやすい、毎日のように履いてます。バッグはどこのですか？バッグがこれコスのやつで、これ7500円でした。めっちゃ覚えてますね。さっき買いました。さっき買った。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？3万円ぐらい使います。普段こうアルバイトするときはこの店で買ったお洋服を着ることが多いんですか？そうですね、店で買ったお洋服とか、でもなんか別に決まりないので、なんか結構好きな服、お店に合う雰囲気だったら結構何でも大丈夫。なるほど、いいですね。着てもらって、よく彼氏さんのお洋服は借りたりするんですか？いや、あんまりしないです。あんまり貸したくもないんで。確かに借りたら貸さなきゃいけない。貸したくないんで貸さないです。マイブームとかあります今の？普通になんか全然こういう大きい通りじゃなくて、はい、結構住宅街みたいなところ鬼ごっこしてる。鬼ごっこ？なんかめっちゃ巻かれるから、なんかそれ追いかけてるのがめっちゃ最近楽しいかもしれない。それ彼氏さんと？彼氏さんで。めっちゃいいですよ、楽しそう。いいっすね。騒がないようにやってます。ウサです。タイタンです。お二人お仕事は何をされてる方ですか？二人ともダンサーします。同じなんかチームというかそういう感じではなくて？結構そんな感じに近いです。あの一緒によくやる仲間って感じで。あ、そうなんですね。ステージ上がってダンス発表っていうか、はい、そんな感じだとか、ミュージックビデオ、CM とか。そうですね、バックダンサーとかいろいろですね。言える範囲でいいんですけど、なんか世の中でこうよく見る何かあります？私は、まあ、米津玄師さんだったり、水曜日のカンパネラさん、ミーシャさんでバックダンサーやってます。マジで？すげえ。僕、レオルさんとなんか CM とかいろいろ出てます。すごいですね。ありがとうございます。じゃあ今日身につけてるもの、お姉さんの方から上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？これはスリッパで作った腹ペコアオムシかな。腹ペコアオムシのカバン。スリッパで作ったんですか？そうです、これスリッパで作りました。H&M で、これが大阪で買ったやつで、これ下がスブかな、スブかも3000、1万6000ぐらい。これは島村で500円ぐらいかな、一番お気に入り。じゃあお兄さんお願いします。靴だけ、まあ、ティンバーで、あとはただ普通のスウェット、はい、これ上も古着で買ったワイシャツとスウェットです。はい、スウェット4000円ぐらい。4000円ぐらい。シャツは？ワイシャツも4000円ぐらい。これも4000円ぐらい。ティンバーは？靴は3万かな、ティンバーは。帽子ナイキだったと思います。 OK、 ありがとうございます。2人ともなんかすごいお花がいっぱいついてて、今日はちょっとお手伝いでイベントに来てるんですけど、はい、フラワーショップ田中さんのイベントに来てて、お手伝いでお花たくさん身につけてます。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか2人は？でもダンサーだから結構衣装で買うことが多くて、はい、まあその時は本番近い時はまあ1万ぐらい使っちゃうけど、私は全然無頓着なので好きなものがあったら買うみたいな感じですね。僕もここ半年ぐらいは毎月多分ゼロかもしれないです。ずっと洋服買ってなくて、はい、でも買うときは一気に買うんで5万から10万ぐらい一気に使ったりします。なるほど、オッケー。二人のマイブームとかありますか？私はチャームシ食べることです。キャンピングカー探しです。見つかりました？見つかってないです。見つかってない。狙ってるのあるんですか？最近探し始めたばかりで結構知識も浅いので、YouTube とかいろいろ見て探してますね。OK。
OK、 じゃあ最後にお二人の将来の夢とか野望とかあったら教えてください。犬と二人で幸せに暮らすことです。お姉さんどうですか。まあ、ダンスとかでもいろいろこれから活動していきたいですし、いろんな方面で自分の興味あることがたくさんあるので、そこに向かって20代は駆け抜けていって、で30代からはちょっと田舎に暮らして餅つきしたいなって思ってます。もみじです。お二人お仕事は何されてる方ですか。アパレルです。お店に立ってらっしゃってる方々です。そうですね、はい、OK です。今日身につけてるもの、はい、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。上はジャケットがアディダスのジャケットで、ブランドの別注のもので1万5000円くらいかな。ワンピースはマックと同じところのガニーっていうブランドのワンピですね。1万くらいかな。 SS のやつで、アシックスこれも1万9000円くらいかな。いいですね。リーバイスの結構ワイド、ちょっとバギーっぽい感じのやつですね。これも多分1万5000円くらいかな。バッグはガニーの去年か一昨年くらいのやつで、2万か3万くらいだったと思います。 OK です。サングラスはニューっていう日本のブランドのメガネで、これも多分1万5000円くらいだった。リングはこれがティファニーの現行のリングですね。これは多分5万ちょっとくらいかな。5万ちょっとぐらい、はい、こっちはあのヴィンテージのティファニーのリング、2万くらいだったと思います。ネックレスはこれめちゃ昔になんかお母さんにもらったやつで、わかんないですね。OK、はい、です。ありがとうございます、はい、いいですか、ミニお姉さん、はい、アウターはフリークスストアで1万円ちょいくらいだったかなと思います。スカートはチェンソーブレイスのスカートで6000円とかなんですけど、もともともうちょっと長さあったんですけど、はい、ちょっと短く履きたくて切っちゃいました。なんでなんか切りっぱなしみたいになってます。あ、本当だ。中は、まあ、見せられたら大丈夫です。あ、スルギのスウェットなんですけど、はい、今日弟からパクってきてるので弟のスウェットスルギって言ってました。弟さんの服は結構借りたりするんですか。お互い古着とかをよく着るので貸し借りが多いです。いいですね、はい、靴はオニツカのメキシコです。オニツカのやつ2万しないくらい。これはナップザックはおしゃれなインフルエンサーさんが着ててアマゾンで購入しました。4,000〜5,000円くらい、なんか安かったです。これはエコバッグです。2,000〜3,000円くらいだと思います。ありがとうございます。はい、お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金を使いますか。いやー考えたくない。考えたくない。たくないけどいくらなんだろうな。安くても2、3万は絶対使う。そうですね、下手したら5万くらいは使ってるかもしれないです。お気に入りの香水とかありますか。さっき買った。さっき買ってきました。何買ったんですか。サンマリンズで買ってきました。どんな匂いの香水を買ったんですか。他の匂いかな。そう、カモミールの匂い。私はいつも使うのはルラボの香水を何種類か持ってるんで、それを結構ローテーションで使ってます、うん、男性につけてほしい香水とかあります。それこそルラボのちょっとウッディーなやつはなんかちょっとこう大人っぽいのがあって好きなので、その辺とかつけてほしいかもですね。甘い匂いが苦手なので、それじゃなければ。甘くなければ OK。 OK、 ありがとうございます。マイブームとかありますか、お二人の。音楽聞くの。聞きます。何聞いてるんですか、うん、バンド系とかか、あとは K-POP とか。バンド系だといろんなのを聞くので。あ、そうなんだ。フェスとか行くのが好きです。お姉さんありますか、マイブーム。芸人が好きなので、はい、結構ラジオとかよく聞いてます。おすすめのラジオ番組教えてください。一番はマユリカのうなげろりんっていうラジオ関西の番組と、あとはあの去年の M1 チャンピオンの令和ロマンがやってる番組とかも結構おすすめです。へー、なるほど、はい、ありがとうございます。My name is Thomas from Italy, from Milan. Yes. Oh, very nice. How much is your outfit? Okay, so starting from the top, I have a Supreme cap, which I just bought here in Supreme Harajuku. Ah, Supreme? Yes. Oh. Costs around 60 euros. 60 euros. This is my hoodie from my brand. Oh, your brand? Yes, it is. Wow. It's Askians from Milan. This one costs around 60 euros. A Terex jacket, the shell, it costs 600 euros. Carhartt pants, this costs 110 euros.
Then the ASICS, which I just also bought here in Harajuku shop. This one 100 euros. Belt. This is an Indonesian belt from, come si dice, Stingray belt. This one is from Bali. Not priceable. It's too much. Too much. Too much. Okay. These glasses, these are Casal. It's a German brand, around 800 euros. But like Philippe, world the timer. How much? It's around 30,000 euros. Wow. Hey, did you buy yourself? No, this is a gift from my father. How can I buy your item? Can buy it directly from my Instagram. Now we have an online shop, a website, which is askians.com, which is closed now because we're releasing the new collection in 3 weeks. Collection, so you can buy it in 3 weeks from our online shop, worldwide shipping. You like Japan? Yes, I like Japan a lot. I've just been here for 5 days. 5 days? In Tokyo. Then I'm traveling around. Next week I'm going to Kanazawa, then Kyoto and Osaka. Then I'm going to Seoul. But for now, I really like Tokyo, the nightlife. A lot of people, a lot of shopping, nice brands too, like ASICS, also Carrots. Arc'teryx, their shop is over there. So I like them a lot. Thank you. Yeah. Bye-bye then. Okay. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. ハギーです。キャサリンです。お二人のご関係はご夫婦でいらっしゃいますか？はい、お仕事とかって何されてるか言える範囲で聞いてもいいですか？編集者です。人事総務です。編集は動画とかですか？雑誌とか紙媒体。なるほどですね、はい、ありがとうございます。今日身につけてらっしゃるもの、奥様の方から上から下までブランドが買った時のお値段聞いてもいいですか？古着で3000円ぐらいで、3000円ぐらい。これも一応古着で300円ぐらいで、これが一応ワンピースなんですけど、パローマブールというブランドで2万円ぐらいだったんです。2万円ぐらい、はい、ワンピースなんですね。ワンピースなんですけど無理やりにスカートにしちゃったんです。お中に入れて、はい、すごい素敵ですね。ベルトが多分リサイクルショップで200円ぐらいはしたと思います。タイツは多分オンラインで300円ぐらい。靴が高円寺の古着で6000円ぐらい。カバンはグッチでプレゼントでいただいたものなので、OK です。ありがとうございます。じゃあ旦那様の方も聞いていいですか？はい、この3ピースのセットアップはスタイリストジャパンっていうブランドで、なんかまあスタイリストジャパンを作ってる大久保敦さんっていうスタイリストのブランドなんですけど、その人がこの間フリマをやってて、そこで買ったんで3万5000円くらいかな。まあ中のやつは何、古着で多分まあ1500円くらい。普通もうこれはフリマで買って5000円くらいだった。帽子が銀座のトラヤっていうところで買った帽子です。9000円くらいですかね。あ、サングラスはゾフ8000円くらいですかね。お二人とも本当になんかお買い物が上手か、なんかすごい高く見える。いいですよ。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？私3万くらいかもしれないです。3万ぐらい。私も1年で鳴らしたら3万くらいなのかな。3万ぐらい。そうそう。クローゼットとかどんな感じなんですか？すごいいっぱいやっぱ多い。クローゼットどころか家中のありとあらゆる収納が、蓋を開ければ実は洋服だっていう感じですね。やっぱこう一回買ったものは長く大切にするような。あ、そうね、捨てない、捨てない、売らない2人ですね。どっかでまた使えるんじゃないのかなって思いながら捨てない。結局だから私の20年前のものとかを今妻が着てたりもしたりなんかして。そうですね、クローゼットはシェアするので、うん、お互いの服を着ること、うん、あ、お互いの服を、お互いの服、まあ、まあ、まあ私の服を妻が着る。さすがにちょっと着れないですよ。そうですね、あまり着ないですね。OK、ありがとうございます。お二人のどんな些細なことでもいいので、なんか夢とか目標とかもしあったら教えてください。ピースフル、ピースフルに仲良くこのまま暮らしていければいいと思ってますけどね。そうですね、はい、ね、私もそうだと思います。なんだよ。いや、それが一番ですよ。それが一番だと思います。小川和
さみです。吉本環奈です。お仕事は何されてる方ですか？古着屋で働いてます。そのさんも学生です。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？カーディガンが福岡の古着屋さんで買って7000円ぐらいだったと思います。の下の青いのがこれも古着屋さんで1000円いかないぐらい。灰色のワンピースが海外のサイトで買ったんですけど1万円ぐらい。インスタで見つけてアメリカかどっかので、カービィのバッグは、はい、気になってましたね、はい、UFO キャッチャーで彼に撮ってもらいました。なるほど。カービィが好きなんですか？そうですね、ゲームが結構好きなんで。あ、そうなんだ。靴はメルカリで8000円ぐらいで買ったんですけど、はい、プーマのボクシングシューズ。女性が履くと可愛いですね。他はシナモンの種子を UFO キャッチャーで200円で出しました。おお、すごい。 G-SHOCK のお父さんに買ってもらいました。おお、なるほど。 OK、 ありがとうございます。じゃあ彼さん聞いてもいいですか？ライダースが 50s ぐらいのやつで、古着屋さんで2万しないぐらいで2万しないぐらいやつ でシャツが 40-50 ぐらいのニューエラのシャツで1万ちょっとぐらいで安く買いました。タンクトップ、これ何 GU とかなんかその辺のあれですね。お母さんにもらった彼女のお母さんがにもらったやつを勝手に着てます。サングラスが60ぐらいのエアフォースとかアメリカのサングラスで1万ぐらいで、パンツが 70s ぐらいのリーのデニムで、これも1万5千ぐらいで。1万5千ぐらい。靴がセカストで買ったんですけど、ブランドとかはもう年代も不明で買ったやつで4、5千円ぐらいで。4、5千ぐらい。これはなんかもう中学生ぐらいリローで買ったオレットチェーンを一生使ってます。ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？結構月でバラバラなんですけど、はい、気づいたらお金がなくなってるんで、あ、5万ぐらいは多分確実に使ってるかなって思います。私も月で全然違うんですけど、はい、本当に使わないときは買わない。使うときは2、3万とか。2、3万ぐらい。マイブームとかありますか？海外のちょっと古いスーベニア T シャツとか国系の T シャツを集めてます。さすが古着屋さんの、なるほど。どうですか、カノさんは？ YouTube 見ながら一生スマホでパズルゲームをやってます。インの匂いがしますね。ありがとうございます。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので、はい、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。服も音楽もなんですけど、ちょっと知り合いに詳しい人がめちゃくちゃいて、その人たちと対等に話せるぐらい知識つけれたらなみたいな、ちっちゃい夢ですけど。いいですね。あります。頑張ってください。どうですか、かなさんは？幸せに暮らしていければもうそれで。それが一番ですよね。ありがとうございます。小板橋カンタです。カンタさん、お仕事は何をされてる人ですか？専門学生ですね。今日はなんか特別な日だったんですか？そうですね、文化服装学院に入学したんですけど、その入学式行ってきました。専門学生っていうのはその文化の学生さんっていう意味で？そうですね。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段教えてください。はい、まずこのピアスは大宮のグロックグロックっていう古着屋さんで3000円ぐらいで買えました。はい、ネックレスはセカストとかで安く1000円ぐらいで買えました。でこのジャケットとこのリングが群馬のオールドファッションっていう古着屋さんで買いました。2000円ぐらいですかね。あ、ジャケットも2000円ぐらい。あ、ジャケットは8000円かな。8000円ぐらい。ジャケット8000円。この中に着てるスーツがジャンプスーツって言うんですけど、これが群馬の前橋にある古着屋オイルっていうところで買いました。ちょうど3万ぐらいで、でこのサングラスがそのオイルってところで、これも2900円ぐらいですね。10センチぐらいあるヒールブーツお気に入りなんですけど、はい、これも古着屋オイルさんで19800円ぐらいで買いました。とバッグ、これメルカリで多分3000円ぐらいで買えたセブンティーズの片押しバッグですね。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？1万とかそんなもんですね。今マイブームとかあったら教えてください。一人暮らし始まったんですけど、はい、ずっとお風呂に使ってることですね。汗かいてストレス発散って感じです。なるほど。どんぐらい入るんですか、お風呂に？湯船、ね、1時間ぐらい入って感じです。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることありますか？自分のスタイルがなるべくよく見えるように、身長高く見えるようにしたいですね。うん、ありがとうございます。グリです。お仕事は何されてる人ですか？学生です。次美容学生になります。高校3年生とか？はい、そうです。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？これは多分ユニクロで買ったっていうのを聞いてたんですけど、これお母さんのです。これもユニクロで、これもお母さんのやつで、中のもお父さんのやつで、これはちょっと分かんないです。はい、これがこれザラですのスカートですか？それは。そうです。でも後ろがパンツになってるやつで、
です。8000円ぐらいです。8000円ぐらい。でこれが靴下屋で買った靴下です。1900円ぐらい。靴がグランズの靴です。4万円ぐらい。4万円ぐらいか。バッグは MM6。 これお母さんからもうほぼ自分が使ってるって感じなんですけど。あ、本当にお母さんのやつなんですか。はい。お母さんおしゃれですね。そうですね、可愛いです。これがディーゼルのネックレスです。OK。 はい。お洋服に毎月いくらぐらいお金を使いますか。2、3万円ぐらいです。2、3万円ぐらい。今アルバイトとかしてます。アルバイトちょっと最近やめちゃって、あの稼いだ分でやりくりしてます。あ、OK。 最近のマイブームありますか。絵描いてます。アニメとかのを写して描くのが好きです。最近描いたキャラクターを教えてもらっていいですか。最近ナルト。結構難しそうですけど。いっぱい描けました。最後にどんな些細なことでもいいので、はい、将来の夢とか目標とかあったら教えてください。美容師になることです。どんな美容さんになって。有名になりたいです。有名になりたい、はい、よろしくお願いします